お疲れ様です。ロットです。だけで、今回はクラッシュロールやっていくんですけど、今日はね、こちらの20勝チャレンジを、彼女に教えていきたいなと思います。だけで、まあ、やらせますね。もう今日は僕がプレイしないので、まあ、僕のプレイを見たいっていう方は、ちょっとね、残念かなと思います。というわけで、20勝チャレンジを、はい、どうぞ挨拶を。お疲れちゃんです。ロボちゃんです。はい、ちょっとやってもらおうかなと思いますね。デッキはこれね、エリゴレを使わせようかなと思います。まあ、これちょっと4000とかでね、全然エリゴレとかも多分使ったことないんですけど、これライキさんが動画で出してたんですけど、ライキさんが40勝1敗かな。だからめちゃくちゃ強いらしいんで、これで、やってもらおうかなと思います。はい、頑張って。はい。で、まあ、軽くさっきね、こう、戦い方みたいなのをね、教えたんで、これも早く連打して、もう早くユニット出した方がいいですね。そう、もうユニット8枚から出しまくると勝てる。いや、マジでこれそう、もう行った方がいい、行った方がいい。もうなんかね、このデッキは、だからこう、スペル削りなんですけど、相手。スペル削りにも勝てるってライキさんが言ってましたね。もう時間で、もうどんどん行っておく、どんどん行っておく。あ、これ防衛欲しいね。防衛なんか、あ、いいね、いいね。防衛欲しいね。もう攻めた分落ちるから防衛欲しいね。防衛ファイブ。ああ、やばい。うるさい。これはね、そうだね。ちょっと見てなかった。はい、行こう。もう一回。はい。リベンジ。はい。これはね、もう一回、もう歯出すのが遅いのよ、端前から。ごめん。端前から、もう出すのが遅いのよ。今出すの早かったら、ほら、もう連打、ユニット連打。ユニット出てこんもん。ユニット連打、もう、取れない、防衛取れ。あ、間違えた。いや、もう、ユニットがね、遅いの出すのが。ユニット遅いで、防衛。当たってない。もう、出すのが遅いんだよね、出すのが。負けたかと思った。ファイボだと、ただ、スケラーポイズンにしちゃってもいいかもね。ファイボの枠、ライキさんがファイボでやってたんですけど、なんか、今の見てるとファイボじゃなくてポイズンでもいい感じがしてきたので、ポイズンでね、頑張れ。はい、20勝できるんじゃない？いけるかもしれない。速さ大事。いけ、はい、エリゴレから、エリゴレから出た。あとは手札がですね、スペル3枚だとあれもトルネで引っ張っちゃいたいね。スパーキーをいいね、いいね、いいトルネ。もうあと行くだけ。もうユニット頑張れ。ウィザードもね。ああ、行った方がいい。トルネで引っ張っちゃえ。いいトルネード。あんま言いたくないけど、クソゲーしてますよね。いいね、勝ったね。これ困ったら防衛でフリーズで固めて、時間稼ぎ。ああ、なるほどね。あとは連打。すんげー量。これライキさんが考えたらしいですけど、よく考えられたデッキですね。はい、頑張って。わーい、これでちょっと20勝をねしたいなと思います。頑張れ連打しか言わんやん。いや、連打もう行くしかない。でそこの1枚は遅いで、トルネで引っ張ってもいいかもね。いいトルネ。連打めっちゃいいトルネ。いいよ、上手よ。トルネをね、回ってきたらやっちゃえばいいね、トルネも。同じこと繰り返し。うん、大丈夫かな、あれ。いっちゃい。めっちゃ回復しとる。トレ。やば、めっちゃ回復してんじゃん。めっちゃ回復しとる。やば。頑張れ。これ多分視聴者さんのコメントを僕予測しました。一体僕らは何を見せるんだ。頑張れ。おい。いや、本当にこれあれですね。このデッキの強さがよりわかりますよね。僕がやってないし、端前から出してるだけだし。20勝、これでプロフィールの最大勝利数何勝かっていうのをこう塗り替えられるんでね。確かに。頑張れ。連打、ここも、ね、連打。もう戦って始まった瞬間連打。始まった瞬間。もう連打、連打。あ、間違えた。間違えた。連打。勝てる。あれもフリーズでね、時間稼ぎ。フリーズで固めちゃって。うん。そう、トレネで下げて。うん。あ、トレネ。オッケー、いいね、いいね。トレネとフリーズ来たら、フリーズ固めて、トレネで後ろに下げて、後ろに下げて、ああ
同じデッキだった。え、全く一緒？一緒やない？ちょっと違うから、ベビートラぐらいが違うから、うん、ほぼ一緒ですね。ほぼ一緒。まあ、すげえ。そうだね。もう一回。もう一回。20勝頑張ってね。うん。はい、連打、もう連打、もう連打。あ、もう連打。うん、もう始まった。もうエリゴ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 リ。オッケーオッケーオッケー。もう分かった。相手も逆サイド攻めてきたら、うん、あれだね、トルネで後ろ下げて、あとフリーズで固めて、うん、時間稼ぎをしないと勝てないかもね。オッケー。時間稼ぎどれだけうまくやれるかも大事になってくるね。おお、なんかトルネおしゃれな、おしゃれなトルネしてるね。うん、分かんない。うん、いいね、頑張れ、頑張る、頑張る。あのマジアチとかトルネで引っ張っちゃってもいいけど、ね、間違えた。あ、あのね、あれ間違えた。あ、これ気をつければかり全部死んじゃうね。間違えた。あ、でもいけるんじゃない？間違えた、間違えた。頑張れ、頑張れ、頑張れ。トルネで後ろ下げて、フリーズね。フリーズいらない、いらない、いらない。あ、いらない、いらない、いらない。あの、相手のこんなね、ちょっとのせいは無視でいいの。もう、いち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 トルネ、トルネ、どこにトルネが来てんだよ、ほんとにもう。ちょっとワンチャン、大丈夫、あれ大丈夫、大丈夫、勝てる、勝てる。いないユニット。勝てる、勝てる、勝てる、勝てる。ポイズンだったっけ、ポイズン、ポイズン。勝てる、勝てる。ポイズン、そっちじゃねえ。そっちじゃねえ、タワーに、ポイズン、ツインタワーに。ああ、あと1分やんじゃねえか、1分やんじゃねえか。そうそう。ポイズン、攻め、攻めにポイズンって、相手に見ていっぱい。ごめん、ごめん、ごめん。ごめん。まあ、感情クララは知らないんでね、あんま。うん、失敗したわ。でもいけるよ。ワンチャン、諦める、諦める。諦めるでない。諦めるでないぞ。どれだよ、なんでそこで。違うねんな、ほんとに。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。まだ、まだいける。まだ、ちょっと。下手くそだった。下手くそだった。あ、俺は言ってない。俺は言ってない。俺は言ってない。別に。上手だった。上手だったね。負けた。5周で終わっちゃったね。5周で終わっちゃったよ。これね、うん、もうちょっと、俺。お疲れだね。まあそんな感じだね、今日は。終わりだよ、終わり。終わりですよ。終わったよ。終わりですよ。どうする？終わっちゃったよ、これ。こんな早く終わる予定じゃなかった。しかも、聞いてください。僕、プロフィール、別に20勝このアカウントしてるんで、まあ、20勝はする必要がないんだよね。うん。だから、もうこの20勝チャレンジは挑戦しません。はい、おっと。もういいです。もういい。うん。多分20勝チャレンジのこの動画はもうね、この動画が最後だと思うんで、皆さんはこのデッキね、ライキさんデッキ多分一番使いやすくて、多分強いと思うんでね、パクって使っちゃってください。はい。じゃあ、終わります。はい。これ今期、トラグめっちゃ頑張ったんですよ、僕。76、4級まで行って、グロ20から19ぐらいまで行ったんですよね。で、この調子でね、8500ぐらいかな、いけるかな、8000。よいしょ。どこで見えるっけランキング。あと15日あるので、まあ、今7800だとして、まあ、半分700、ちょうど8500ぐらい多分出るんでね。グロイチ8500だとして、まあ、8400、300ね。いけれるように頑張りたいなと思います。すごい。目標は？目標は4500。ちょっと意識低いですね。まあそんな感じで皆さんも。プロフィール更新と、あと最多更新ね、今季めちゃくちゃ算数っぽいので、ぜひね、頑張ってみてください。このスパーキーチャレンジ面白そうですね。スパーキーが後ろから無限に出てくる。へえ、すご。感じだね。まあ、つまんなそう。はい。嘘。そんなこと言っちゃう。いいんか、はい、というわけで、ちょっと宝箱開けて、終わろうかな。なんかしたい？やったー。もう一回やる？いや、いいよ。無料でできるんだよね。このチャレンジね、無料でできるんだよね。ありがたいですね。何回でも？何回でもできる。すご。いや、だと思うんだ。何回でも無料でできる。すご。自分のアカウントで頑張ってね。うん、頑張る。20章を塗り替えるわ。できたらすごいけど。できたらすごいけど、でも、ワンチャンできそうだったけどね。確かに。はい、というわけで、ケツから、これ、なんで端前からなんですかって多分言われるかもなんですけど、ケツから出すと、ロケット削りに間に合わないんですよ。ロケット削りの相手に後ろから出しちゃうと、もう相手の削りが早くて間に合わなくなるんで、こう端前からね、どんどんこう出した方がいいです。そうですね。なるほど。はい、そうで、相手が巨助だった場合に、巨助ボムタワーとか、巨助持ちだった場合に、意外と左右に振ってもね、結構いいと思います。なんで、よければね。頑張って。はい、頑張ります。じゃあ、終わります。
お疲れ様でした。バイバイ。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイチャー。